吉田さん、億万長者合宿をご覧の皆様、今回のね、昭和魂っていうのは気持ちわかりますよ。私もね、昭和男児として生まれてですね、昭和の時代を生きてきて、平成、そして令和に入ってきた時に大きく感じるものがあるんですよ。それは吉田さんとね、似てるんですけども、昭和を生きてきた方っていうのはやっぱりね、再構築に何回も成功してきた方もいるんではないかなと思うんです。再構築です。昭和の時代っていうのは、言ってみればですね、まあ、戦争もあったし、貿易摩擦もあったり、それから高度経済成長、冷戦、それからもうとにかくね、戦いが多かったんですよね、昭和ってのは。実際の戦争もありましたし、貿易という戦争もありましたし、それから民族というね、日本対世界っていう戦争もあったんですよ。これは精神的な戦争です。文化の交流とか、西洋文化が入ってくるとか、米食だったのがパン食になってマクドナルドがいっぱいできるとか、ビジネスの世界でも外資系ってものが出てきたりとかですね、かなり、日本独自のものと、それから西洋の文化ってものをね、取り入れながら、ね、時には中国のものとかね、大陸の文化を取り入れながら、何回も何回も変化とね、それから挑戦を繰り返してきた、いわゆる戦いをしてきた世代が昭和なんではないかなと思うんですよ。そしてですね、昭和っていう時代が終わって平成になった時に、今度はまたしてもですね、国内に対して戦いが待っていたんですよ。それは新しい世代、平成世代との戦いです。そうなんですよ。平成世代っていうのは、それから令和もそうかもしれません。令和はまだ始まったばかりなら分かりませんけども、挑戦とかね、戦いというよりもどちらかというと安定とか維持とか防衛ってものに重きを置かれてるんではないかなと思うんですよ。これもそれなりに厳しい戦いですけども、大きく違うのはですね、昭和の世代っていうのはテクノロジーがなかったのに戦ってきたんですよ。で、平成の世代っていうのはテクノロジーを駆使して取り組んできたんですよね。ここが大きな違いだと思うんですよ。これを一言で、違いを一言で言うと、昭和生まれっていうのは生き様なんですよ。まさに生き様。そしてですね、平成以降っていうのは生き方なんですよね。やっぱりスマートで効率的に、スタイリッシュにこなしていくっていう意味では、すごくね、平成以降の方っていうのはね、すごく羨ましいですし、昭和60年代以降に生まれた方も、まあ半分平成みたいな感じなんでね、ものすごく、いいなっていう面はあるんですよ。ただやっぱり昭和の世代に生まれた人がまだまだね、この国を支えていたりとか、ある一部この国を支配していたりってするのは、もうね、これは避けられない、否定できないことかと思うんですよ。まあだからといってこれをね、いい悪いに分けるわけではなくて、もう私は昭和生まれってのは変わりませんし、昭和の背景を背負ってるっていうのは変わりません。そして吉谷さんと同じように、たまたまですね、私はテクノロジーの恩恵を受けて、インターネットを使いこなしてスマホをね、味方につけることができました。そしてすいません。バッテリーがね、よく切れるんですよね。すいません。で、どこまで話しましたっけ？そうそう。たまたま私はですね、昭和生まれでありながら、テクノロジーの恩恵を受けることができて、まあ、追い風に乗ることができました。40歳にして、私は、インターネットってものと、真面目に取り組むことによって、今47ですけども、わずか3年にして1億っていう金額を生み出して、それから、一戸建てを一発で買ったりとかね、最近でしたら、同時に車を2台、3台とか買って、で、トランザムのナイト2000仕様みたいなのもね、乗れるようになりました。これはですね、テクノロジーを昭和世代が手に入れたら、こういうことが起きるんだってことの一つの証明だと思うんですよ。ほとんどの昭和生まれの方っていうのはテクノロジーに置いてかれてるのに、でもまだこの国を支配していたりコントロールしていたりする力があるんですよね。で、そこに若い世代、平成世代っていうのはテクノロジーを駆使して昭和の根性とかね、気合とかに並んできてるんですよ。だから昭和世代がテクノロジー手に入れれば、またね、平成世代と肩を並べて戦うことができるんではないかなと思います。それはですね、平成と昭和の戦いというよりも、平成と昭和が手を組んで、もっと大きな外圧に対して戦っていくとか、未来とか未知に対して戦っていくっていう風な共同戦線が連合で張れると思うんですよね。私はそういうのを望んでいるんですよ。ですから若い方への支援も惜しまないですし、どちらかというと、ちょっとね、40代を過ぎた年配の方が、新しいチャレンジをやめてしまうことによって、最後の武器を失ってしまうってことをね、私は懸念してるんですよ。そうなんですよ。昭和世代っていうのは何回も戦い続けてきた世代なのに、その戦いとか挑戦を放棄してしまった時って一体何が残るのかなと思うんですよ。で、残念ながらですね、昭和世代っていうのは、明るい、それから力を発揮するばかりではありません。やっぱり大半の方、もしくは、過半数と言ってもいいのかな、表現難しいんですけども、やっぱりね、夢半ばに落ちぶれてしまったりとか、力尽きて倒れてしまったりする方もこれも多いんですよ。ネットカフェ難民とかもいらっしゃいますし、それから派遣切りとかね、40代50代の方でもし派遣切りに遭ってる方とか、定職が難しいとか精神的に落ち込んでしまってる方がいるとしたら、これやっぱりね、昭和で戦い続けて夢半ばに力尽きてしまった人なのかなと思います。もちろん、こういう方でも復活はできるんですけども、やっぱ復活しようと思ったらね、相当な根性がいるんですよ。相当な気合があります。相当な凡事徹底があります。そして人を疑うことをね、
もうね、先入観として持ってしまった、方々に本当に苦しいんですけども、人を疑わずにやり込んでみると、本当にね、騙されて血へどを吐いて物を全部失って剥ぎ取られるまで、もう信じて誰かについていくってことも、ある意味人生の中でね、もう一回もうワントライした方がいいと思うんですよね。そういう意味では私は速稼塾についてきていただきたいと思いますし、まあ高いですけどもドリームアカデミアもね見てもいただいてもいいのかなと思いますけども、繰り返し思いますけども、昭和魂っていうのはね何なのかっていうと、戦っていくとかね、再構築するとか、諦めない、この挑戦なんですよね。挑戦をし続けてきたから昭和は昭和たらしめたんですよ。田中角栄さんが日本改造とかね、国土改造計画っていうのをやった時に誰もが無理だと思ったんですよ。でもリーダーがこうやるんだと決めたところにみんなついていって、そして本当にそれが実現して、新幹線構想とか高速道路構想なんて未だにやられてるわけですよ。未だに拡張してるわけですよ。これはすごいなと思いますよね。昔の政治家さんが決めたことを未だに脈々とそれが続いていると。一部は利権化しちゃってなかなか気持ち悪いところにもなってますけども、それでもね、この日本が世界のトップ2、トップ3に未だに君臨しているのは昭和世代の底力なのかなと思うんですよね。戦争で叩きのめされて、国中の主要都市が灰となってね、本当に何もなかったわけですよ。東京なんて最近ね、私観光行きますけども、いつも思うのが、東京大空襲で何もなかったんだろうな、ここはっていうところなんですよ。まあ私の大好きな柴又ってのは焼け、なんていうか空襲から逃れてですね、焼け残ったところらしいんですよ。貴重なところらしいんですけども、でもね、そういった一部の地域を除いて、東京だろうが広島だろうが仙台だろうが福島だろうが全部叩きのめされて、焼け野原の単なるのっぱらになったわけですよ。そこからですね、わずか本当に昭和30年代とか40年代にはもうすでに高度経済成長をね、爆発させて、国土改造とかね、給料倍増とか所得倍増とかっていうのを実現してですね、私が生まれた時にはもうね、未来はどうなるんだと、なんか21世紀になったら、そのチューブの中を車が走ったりね、それから家で家庭で学校の勉強ができたり仕事ができたりみたいな未来が来ると思ってたんですよ。一部そうなりましたけどね。まあでも未だに車はタイヤで走ってますけども、チューブの中も走ってないですけどもね。でもそういう風な未来に対してのワクワクとか挑戦っていうのを昭和の世代っていうのを持ってたんですよ。で、平成になってから未来になかなか希望が持てなくなったっていうことなのかなと思うんですよね。なんで希望が持てなくなったかっていうと、やっぱ昭和世代が暗い背中を見せてるからだと思うんですよ。我々がね、何を原動力にしてるかっていうと、希望とか元気ですよね、きっと。明るい声でおはようっていうような、そんな大人がどのぐらいいるかなってことが子供を育てていくんだと思います。動画のまとめになりますけども、多くの若者が働いたら負けとかね、仕事をしたくないっていう風に感じて家に引きこもっちゃうのはなぜかっていうと、昭和世代が仕事から帰ってきた時に疲れたーっていうわけなんですよ。この疲れたーって言葉を吐いた瞬間にですね、あらゆる人のマインドセットっていうのは冷え込むんですよ。だからね、一生涯に一回でも言わない方がいいです。この疲れたって言葉ね。めんどくさいとか。これはもう敗北宣言なんですよ。昭和の人が疲れた、それからね、めんどくさいを言ったらもう終わりなんですよ。昭和の世代はこの二つを言わずに、やっぱりね、取り組んできたから昭和の世代なんだと思います。どうですか皆さん。昭和の世代の方。疲れた、めんどくさい、言ってませんか？二度と言ったらダメですよ。二度とですよ。そうすることによって、多くの人を元気にすることができます。そして仕事に疲れたと言えば言うほど、仕事って疲れるんだ、仕事って嫌なものなんだっていう風な先入観を平成時代、それから令和世代に与えてしまって、もう仕事なんてやってらんないっていう風なマインドセットを生むわけなんですよ。だからね、自分の選んだ人生は何が起きても自分で選んでハッピーだという風な、そういう背中を私たちはもうね、すでに見せなければならない責任があるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。